からんやろ道がなあ、もし犯されてはい、おはようございます。今私は阪急箕面駅に来ています。来週出る肩のビッグトレイルの練習で箕面か、ここから箕面山、六甲山、さつき山、最後にさつき山動物園で世界最高齢のウォンバットを見て合計16キロのトレーニングに行こうと思っています。今の時刻は8時20分ぐらいです。では頑張って走ります。行くぞ。行ってきます。箕面スパーガーデンや。すごい、まだまだ元気やな。まだまだ元気やね。着いた。滝まで今駅から30分ぐらいかな、来ました。で、ちょっと戻って箕面山まで行こうと思います。さっきここ行ったけどちゃうわ言うて下ったらやっぱりここへと戻ってきました。余裕やし。マジです。箕面山来た。結構ハードな登りやったけど着きそう。と雨も上がりの山頂に着きました。 352.3m。 ちょうど1時間の駅から。どう？え？だいぶバテてんな。なあ、体力が弱ってるわ。肉に峠ついた。ちょっとだけ筋肉。次は六甲山行こう。今で多分4分の1ぐらい。はあ、綺麗です。六甲山なかなかつけへんな。2回道間違えたからな。膝がでもまだマシやわな。痛い。でもちょっと止まったら痛い。冷えてるからかな。ちょっと痛いっす、膝。だいぶ走ったな、でも。どこやったっけ、さっきの。そこ。あ、痛かった。膝痛い、やっぱり。うん、でも、その、前が痛いから、膝の。後ろじゃないからいけると思う。三国峠から、今、六甲山結構走りやすいな。アップダウンが少ないから、横に、あ、でも膝痛いかも。うん。筋がやられたとかじゃなくて、筋肉に刺激が入って痛いって感じやから、全然大丈夫だと思う。じゃあ、六甲山、行きましょう。はい。青空展望台の方。動物園みたいな看板やけど、いい景色ですよ。ほんまや、すごい急登ですよ。うん、これは分からんやろ道が。よし、行こう。よろよろですよ。はい、多分六甲山着いた。六甲山着きました。ここは395m です。ちょっと休憩する。ウィダーインゼリー食べようかな。駅から2時間で着きました。六甲山まだ全然大丈夫やな。2時間やから、休憩もできそうやし、すごい景色も良くて、うん、いいです。ここ今日はリポビタンジェリー、めっちゃ美味しい。疲れが取れる。お腹鳴ったわ。
誰がこれ飲んだ瞬間めっちゃお腹鳴って一瞬でここまでもし犯されてすごいすごいブレてないやろ、うん、ブレてるなんか前よりかブレてないブレてないやろお墓の駐車場、うん、ここがあそういえばそうやななんかお墓の間通るってルートなってたなんかめっちゃダッシュしてるけどなんやろあれあまたちょっとだけ通り過ぎたさつき山はこの霊園の方行くみたいなめっちゃ地味なところにあったわ見つけましたはいロードが多いですねこの辺はよしでここから行くあ、違うよいやそれは分からへんロードで行くちょっと地図にどう行くか、はい、着いたで、さつき山動物園ここにウォンバットおると思うね世界最高齢のウォンバットそれが大阪にはね、見えひんことないやろ めっちゃヤギもどれさおってわらびわらびが怖いおったで世界最高齢のワインちゃん34歳でワインちゃんできるであほんまに人間にしたら100歳らしい100歳ぐらいらしいであれあれあれ食べてあ、ペダムあ、すごい阪急池田駅まで下ってきたけどちょっと距離伸ばしたいから美濃駅まで4キロぐらいかなランで行ってみようかなと思いますめっちゃ市街地やな、はあ、しんどそうさあゴールしましたねお疲れ様結構やばかったな帰りのロードがやっぱりここ痛かったここ20キロ超える20キロ行った20キロぐらいちょうど5時間やから本番は6時間で23キロほんまに滑り込みやなだからちょっと危ないなやめとこういや、やだ本気で言うてんの誰が本気やねいやいや帰ってきたよ、はい、ただいまはい、今阪急池田駅から阪急美濃駅まで走って戻ってきました来週の本番どうなるか分からへんけど頑張って22キロ3キロ完走して走りたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたじゃあまた